強く美しく生きる福島の女性たち。この番組ではそんな輝くハンサムウーマンをご紹介します。今回のハンサムウーマンはいわき市の地域活性プロジェクト結ぶの宮本秀美さんと末永さやかさん。小名浜在住の末永さんは震災後、物資の配布や炊き出しをする活動をしていました。小名浜出身で東京で暮らしていた宮本さんはその活動を知り、故郷のために何かをしたいと思い、いわき市に戻りボランティアに参加しました。そこで出会った二人、お互いの第一印象は、おとなしそうな人だなと思いました。パパパパパッとこう動いて、こう何でもさばいていくみたいな。すぐに意気投合した二人は、福島がこれからどうしていけばいいのか、地元の仲間たちとたくさんの話をしました。そうした中で生まれたのが結ぶでした。まあ、いろんな人の力をお借りして、いろんなものを結んで、福島とどこか結んでとかもそうですけど、新しいものをたくさん作っていけたらいいなっていう思いを込めて結ぶという名前をつけました。二人は自分たちが楽しくなれることをしようをコンセプトに、さまざまなイベントを企画していきます。なんか二人しかいないので、こういうのやりたいよねって、なんとなくお茶しながら出てきた話だったり、本当なんとなく日々語っていることが、あ、これイベントにしたら楽しいかもねとか、二人がやりたいって思った瞬間にもう動き出すスタンスで、今年6月にはニューヨークで福島の現状を報告するイベントも行いました。そしてこれからの結ぶの活動は、自分たちのアイディアを入れつつ、まあ、地元の何かこう良さも入れたようなこうものづくりみたいなことをしていけたらいいなと。楽しみながら新しいものを結ぶ、そんな二人からのメッセージは、福島は一日にしてならず結ぶ。私たちの行動一つ一つも絶対未来の福島につながるっていうことを意識してやっていけたらいいなと思ってます。次は何を結んで未来につなげてくれるのか、二人の今後に期待します。